お布団入ってからね3時間寝れなかったせいでね4時に寝たんですよ。だから眠い、正直眠い。エアコンつけよう、暑いこの部屋。よいしょ、しきんさんこんばんは。もう4時とか朝よね。外とか見てないけど明るくなってたんじゃないかな。本当にね、朝でした。しきんさんこんばんは。いて、今日は早めに休もう。そう、今日はもう眠たいので早寝しなくちゃ。こんばんは。せっかく1時にお布団入ったのに4時に寝た。まあ、さあ健康のために部屋に早起きがしたいのに。まったく困っちゃうよね。なんかエアコンうるさいな今日。こんばんは。最近寝れないからお揃い。いやね、本当にそう。こんばんは。なんだろう、部屋がさ暑くなってきたからさ寝れないのかな。今日ちょっと寝やすい、暑くない空気にして寝ようかな。こんばんは。やばい、めっちゃ眠い。ピンチ。せっかく配信始めたのに。で今日もね、でも1万歩くらい、そう意図的に歩いたんですけど、めっちゃね足むくんだ。でも昨日より全然むくんでないから、昨日のむくみ量マジでやばかった。なんかさ足ってさ、それあんまりむくまない人なんですよ。そうなんですけど、昨日はなんか触ってて、触られてる感覚がちょっとこう何層か邪魔してるから、あんまりこうわからないぐらいむくんでて、やばくない？触られてる感覚が鈍るぐらいむくんでるって相当むくみじゃない？すごいよね。まさに最近痩せましたね。お、見た目も痩せましたか？どうなんだろう、見た目痩せたかどうかがあんまわかんないんだけど、体重は落ちました。ちなみに季節の変わり目寝れない説ね、体が対応しきらんよね。こんばんは。外はなんか雨降りそう。あ、そうなの？今日もう降らないって言ってたけど。違うのかな。なんか明日は結構30度近くまで上がるよって感じらしかったですよ。いや爪かわいい、爪かわいい。こんばんは。明日は夏、嫌だな夏暑いの嫌だな。髪かわいいね。髪型かわいいよね。さ、こういう髪の毛自分で作りたいけど絶対にできないから無理。困ってる。どうやってるんだろう。え、夏派じゃないの？私は夏派。なんか長野だったら夏が好きだけど、東京の夏はジメジメしてて辛いから、夏の間はずっと長野にいたい。何のお手伝いをしましょうか。びっくりした。シリが動き出した。
急にしゃべり出すからびっくりすんだよ、シリ。こんばんは。話し会楽しみね。明日は話し会マジ楽しみ。死ぬほど楽しみ。概念としての夏は好きだけど現実の夏は辛いことが恐れ。確かに概念としての夏確かに好きかも。なんか風鈴とか好きだし、スイカも好きだし、あと何夏って、まあ川好きじゃないけど、あとなんだろう、あとなんかこう盛り上がるイベントごとがいっぱいある気がする。花火大会とかね、夏祭り。こんばんは。夏ってだけでテンション上がる。マジ？なんだろうさ、あんま夏の恩恵って確かに受けてないかもな、そう考えると。こんばんは。夏祭りはでももう何年も行ってないから行きたいですね。夏祭りはなんか空気感が好き。いつもだったら絶対に買わない値段で売ってる焼きそば買ったりとかしてさそう。こんばんは。花火が好きだからさやわ。畳の上で風鈴の音を聞いてそよ風を感じながら淀みたい。さやはね、なんかやってみたいなーっていう夏のなんかやつは、縁側に座ってなんか風鈴の音とか聞きながらスイカ食べたい。縁側ってさや体験したことないんよな。あ、でもじいちゃん家あれは縁側っていうのかな、なんか普通にあれはなんて言うんだろう、分かんないけど、でもなんかよく考える、木でできた旅館とかにある縁側、旅館にはないか、木でできたなんか絵とかでよく見る縁側みたいなのがいい。そういうのはないな。明日の話し会楽しみ、久しぶりに話せる。あ、何話す？楽しみだね。夏祭りはイカ焼きが好き。でもさ、今回の作品でイカ焼き食べたけど、多分さ、イカの姿焼きほとんど食べたことない。こんばんは。流しそうめんして、確かに流しそうめんは中学の時かな、あれ中学、多分中学の時、小学校、中学わかんないけど、なんか友達ん家でやったわ。ガチ竹でやったわ。なんかお金持ちの家やったわ、どう考えても。謎の紐を引っ張るくじで騙されるのも夏の良いもので。あ、500円のやつでしょ。あれ毎年1回やるのがさやの小学生の時の夏祭りルーティーンでした。こんばんは。田舎の広い、田舎の家の広い庭先でバーベキューとか流しそうめんとか。流しそうめんね、用意するもんが多いよな。焼肉、バーベキューはうちよくするけどね、年5回ぐらいするけどね。こんばんは。屋台の食べ物で好きなのは綿あめ。圧倒的綿あめ。こんばんは。マリアちゃんがショールームで昨日のお話しました。あ、嬉しい。あ、そう、マリアちゃん、そういえば今日ショールームするんだって昨日言ってたわ。そう、昨日明日ショールームしようかなって思ってんだよねって言ってたわ。そういえば、こんばんは。でもさ、バーベキュー年5回って言ってもさ、大体あったかい時期にしかやらんからさ、なんか夏、まあ初夏から夏終わりにかけてさ 4,5 回してんの、うちバーベキュー好きすぎるよね。
僕の夏休み的な夏はもうなかなか体験できない。あれはもう絶滅危惧種でしょ。近所の友達と虫相撲とかさ、虫取りしたりとかさ、なんかもうあんな生活はないよ。牛のお世話手伝ったりとかさ、家族みんなでラジオ体操朝したりとかさ、そんな生活はもう日本のどこにもない。絶滅危惧種すぎて。そう、綿あめ好きなの可愛くない？なんかさ、そういうのってさ、あんまりさ、こうなんかポワポワ系の女の子が好きなようなやつってあんまり好きじゃないじゃないですか。どっちかというとあんまりそのイメージないじゃないですか。で、綿あめだけはね、なんか本当にね、好き大好きなんだよね、綿あめ。砂糖の塊だけどね。こんばんは。そう、おいっ子かバーベキュー好き。バーベキュー長芋を焼くと美味しい。あー美味しそう。でも長芋焼いた後の網めっちゃ焦げそうバーベキューで肉と野菜以外何焼く？でも肉と野菜じゃない？こんばんは。うちの実家の岩手の田舎ではまだ、いやそのさ、ラジオ体操家族では多分、まああのその家族じゃなくて、その地区のあれでだったらさ、もう小学校の時やってたけど、家族でさ、その海見えるとこでラジオ体操してさ、で近所の子供がさ、ゲームじゃなくてさ、虫取りをして虫相撲して遊ぼうとかさ、秘密基地作ろうなんて遊び方してる子はもう多分本当に絶滅危惧種だと思う。みんなゲーム機片手に集まるんだよ、どうせ。さやの小学校時代はそうだったよ。みんなで 3DS を持ち寄って誰かの家に行って遊んでた。通信して。こんばんは。海鮮とか行かない？あ、うーん、兄ちゃんがスーパー行ってなんかわがまま言い出したら海鮮買うけど、あんまりそんな毎回はないかな。たまに遊びに来たよ、ヤッホー、こんばんは。でもなんか昨日、じゃあ今日か、今日兄ちゃんからなんか連絡が来て、まあ、靴の抽選してっていう連絡だったんだけどその後に、あ、次いつ帰ってくんのって言って、それもう半年くらい帰ってないからさ、次いつ帰ってくんのって言われてさ、あの甥っ子がめっちゃさやかに会いたがってんだよねっつって、だからそう、なんかいつ帰ってくんのっつって、あ、でも6月帰れそうだから帰るかもしんないよっつって、じゃあ土日に帰ってくるんだったらバーベキューするわっつってさやかバーベキューしたがってるのを叶えてくれるらしい。お兄ちゃんが連絡してくるの靴の時だけ。正解。それな。え、でも兄ちゃんはなんか甥っ子が会いたがってるからとか言ってるけど、あの人絶対自分も会いたい。受ける。そういうのことは別に好き、普通に。そう、兄ちゃんとして好きだから絶対ね、本人も会いたかったら、あの言い方はいける。だってさ、私がさ実家に帰る時さ、絶対さ、お兄ちゃんさ、お兄ちゃんもうさ結婚してさ家出てんのね、お兄ちゃんの家族で住んでんのに、わざわざうちに帰ってくるからね、実家に。それが帰った時なんか実家に入り浸るもん、兄ちゃん家族みんなで。絶対兄ちゃんね、さやのこと好きです。隠してるつもりですけど絶対に好きですね。ウケる。こんばんは。バーベキュー普通にしたかったし、うちの甥っ子がマジでバーベキュー大好きマンなんですけど、もう半年も会ってないからもう大きいんだろうなね。
もうなんか大きくなってんだな。なんかめいっ子もなんかめっちゃ話す、もうすごく話すようになったらしくて、正月の時はまあ話してたけど、そんなになんかちょっと意思疎通取れるかなくらいだったから、もうバンバン喋ってんだろうね。保育園も行ってさ、こんばんは、困るな、さやが会わないうちに大きくなっちゃうの。でも甥っ子がそのさ、家にいたりいなかったりがすごいさ激しい、結構激しいからさ、なんかちっちゃい頃とかってさ頻繁に会ってる人でもさ忘れちゃったりするじゃないですか、あんまりこう覚えてなかったり、そうそうそうするやろうけど、なんかちゃんと覚えててくれるのが嬉しい。なんか会いたいっていつも言ってくれるから、なんか私のライブの配信、コンサート配信する時とかあるじゃないですか、そう、あと舞台の配信とかをなんか実家でなんか見るときに、甥っ子とか兄ちゃんとかみんな家族で来るからみんなで見るらしくておもろいよね。いや、みんなさやのこと好きすぎやろ、高橋家さやかちゃんをちょっと甘やかして育ってるからさ、そうそう、その時にその甥っ子がなんかそう大騒ぎするって、さやちゃんさやちゃんって言って大騒ぎするっつってた。かわいいね。でもシスコンまで行かないけどね、うちの兄ちゃん別に普通に可愛がってくれただけだけど、干渉全くしてこないから全然シスコンではないですけど、かわいそう、兄ちゃんシスコンなんて言ったらかわいそうさあもう高橋さやかちゃんを甘やかす、え、そうだから本当にさやはね、の出会う人出会う人にみんなに甘やかしてもらって、のびのびと暮らしております。こんばんは、セリン今日いつもより可愛い、え、嬉しい、なんでだろう、髪の毛やってもらったからじゃない、今日撮影だったから、また生写真になるよ、私の今日の写真が伸びてきてね、女の子らしい可愛い髪型ができるようになったんだ、嬉しい、甘やかしたくなる人間性、そうなのかな、でもみんな甘やかしてほしい、無限にわがままだけど甘やかしてほしい。でマジでさね、あんまり怒られずに育った家族から、そう、なんか両親的にはあんまり怒るようなことをそもそもしなかったから怒らなかっただけって言ってたけど、真偽は定かでありません。でも確かにあんま怒られるようなことしてなかったような気もしなくもない。そうだから両親があんま怒る人じゃなかったから怒鳴る人苦手なんだよね、いまだに。もう二十歳ですけど、怒鳴って怒る人未だに苦手、あと怒られるのも苦手これはね良くない、怒鳴るのが苦手なのは別にそんなにさあれだけどさ、怒られるのが苦手なのはね直したいなと思ってる。怒られるとすぐ勝手にもう反射として涙が出てきちゃうから、怒ってる人の前で泣くと余計怒られるからさこらえたいんだけど勝手に出てきちゃうんだよね。そう、こんばんは、それ直したいっすね。眠たいな、まぶたが落ちてくる、目が開かなくなってきた、今日はよく眠れそうだ、昨日寝れなかった分今
バッチリ寝てやるぜ。まあ明日ね、明日は夜遅くまでなんでね、みんな何ですか、計画的な感じでお話し会参加していただいて早く寝てくださいね。こんばんは。じゃあ明後日に公演だけど、明日夜までだからお家帰ってきてからいかに早く寝れるかがこう試されている。非常に。だから明日は昼間に配信するかな。で明日土曜日だもんね。だから今日平日と平日にのと昼間にやるよりはまだ見やすいかったりするかな。同じ会館の公園でワクワク止まらん。え、それな、ワクワク止まりません。え、マジで。でも重心公園2階公園はちょっとビビってる。え、なんか鉄菜が今までの公演で一番しんどいと思ってたんですよ、その体力的な面でのね。でも超楽しいんだけどめっちゃ体使うから鉄菜が一番きついと思ってたけど、重力シンパシー結構ね、なんか体力の減り方えぐいんだよね。なんでなんだろう。なんかそんな激しい曲多くない気がしたんだけど、でも体力の減り方がえぐくて分かんない。それはなんか初日でその気を張ってたからなのか、もうキスバイエイトからの疲れが取れないまま練習して舞台じゃないや劇場立ったからその疲れたのか、それともそもそも重力シンパシー公演の消費カロリーがえぐいのか、あさってちょっと考えてみたいと思います。こんばんは。ポジション勉強したけど上手下手どっちにも行くから困る。え、そうマジでさ、なんか偏りマジでなくない？めっちゃどっちも行くくない？それな。ユニットもそうなんですよ。ユニットも2曲とも上手もどっちも行くし、あと全体曲もマジで曲によって、だから見たい曲が一番メインで見たい曲何かなってとこですよね。やっぱそうなってくると、そうどの曲重視かにもよる気がする。で曲の中でも移動したりするから、まあ、みんな楽しんでくれ。まあそんな感じでちょっと短いですけれども、前は昼配信したので勘弁いただければと思います。マジで眠いけど、あでも今日ね、そうだ今日お洋服買ってきたんですよ。そう今日は撮影の後洋服買ってきたから明日着ようかなと思って、ユニクロとこれはどこだ、ナイスクラップ、ユニクロとナイスクラップ行ってきたよ。よいしょ、なんかめちゃでかユニクロ行ってきた。なんかずっとユニクロ行きたくて、なんかね今日一目惚れした買った服一着だけ見せるわ。可愛くね。アイスクリームみたいにね、スヌーピーのキャラクターがね連なってんの、可愛くない？これは一目惚れして買いました。なんか全然買う気なかったのに1500円だったんで買いました。さすがに買うよ。多分こうママが今ねショールーム見ながらうわそれ欲しいって思ってると思うよ。あそう、これはねブッカブカできたかったから XL 買った。大きめに着たかったんで XL 買った。でもね T シャツによっては S 今日買ってきたよ。 そんな感じで新しい服買いました。キスバイト舞台良かったよ。お、ありがとうございます。まだみんなアーカイブ見れますんでね、見れるうちにいっぱい見ときましょう。そう先祖代々言われてますからね。
推しは見れるうちに見とけ。キスバイエイトは配信されてるうちに何億回も見るんだって。もうね、カルカ・カナタの時代から言われてますから、みんな。では皆さん、ランキングで終わりにしたいと思います。でもね、今日ね 1,2,3,4,5,6,7 着買って8000円とか、ごめんそれは持ってるわ、11,000円ぐらいか、これ3,000円でしょ。ユニクロでいくら、ユニクロで7,000円ぐらい、やっぱ11,000円ぐらいか。めちゃなんかね、安いから買ったわけじゃなくて、うわこれ欲しい、えめっちゃ安いやんみたいな、すごくない、えこれ欲しい買おう、えめっちゃ安いやんで、なんかポンポコポンポコ入れた、欲しいと思ったの全部入れた。ユニクロでーす、今日はユニクロ、なんかめっちゃ安かったんだけど。ユニクロってさ、いつもさ、なんかユニクロ意外と値段いっちゃうんだよなーって時が多いのに、今日なんかめっちゃ安かった、よかったです。さーてランキング見ます。13位さとちゃんありがとうございます。12位ケンソリセブンさんありがとうございます。11位まさとさんありがとうございます。10位ペンのマーさんありがとうございます。9位黒きつねさんありがとうございます。8位ともちさんありがとうございます。7位ラッピーさんありがとうございます。6位ちゃんしょうぐんさんありがとうございます。5位わさっぴさんありがとうございます。4位かぼちゃ先生ありがとうございます。3位やすさんありがとうございます。2位バイクぞうさんありがとうございます。1位はとめさんありがとうございます。イエーイ。なんかママがこのユニクロのスヌーピー欲しがってる気がするから、今度長野帰る前にユニクロでママにお洋服何着か買ってってあげようっと。かわいいやついっぱいあった。ということでみんな、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。サリン公演出る日はね、今分かってるのだとね、29、あさってですね、あさってに公演。また明日789部でお会いしましょう。おやすみ、バイバーイ。